さあ、ということで、今回は、こちらのレジェンズフェスティバル前最強だった混血パーティー使ってレートやっていきましょう。いやー、もう本当に見なくなりましたよね、一瞬で。もうめちゃめちゃ見たんですけど、本当に一瞬で絶滅しました。そんな混血パーティー、まあ、一瞬で絶滅ってことではないけど、まあ、結構長い間環境トップだったんですけど、その混血の環境を一瞬で終わらせる。あー、やっぱそういうことしてるよね。予約で打って。あー、キャンセルしてんのか。っていうのでね。まあ、ただ混血自体のパワーがやっぱりね、今までおかしかったんで、まあ、さすがにね、戦うことできると思うんですよね。普通に現環境でも。怖いな。OK?親子が強い、普通に。シンプルに今でも親子が強いっていう。あー、ミスったー。この俺が打撃上がりをミスるなんてな。まあまあまあ、全然いいっす。だってライジング受けなしなんで。怖い怖い。回避みたい。あ、おっと、そっち変えてくんだ。で、予約打ちして、予約打ちすることによってゴッドベジタを出す一瞬を与えないというね。っていう、もうめちゃめちゃ読まれました。最悪。一応打つか。何、マユラ見えてるよ。まあ、親子出して、うん、極ベージュが結構硬いな。なんだその黄色ゾンビみたいな。これで全員飛ぶでしょう。補正切れたんでね。よしよし。え、落とすのそいつなの。落ちるよ、多分。よしよしよし。それは極ベジを過信しすぎ。うん、甘い裏。ただ、裏の、ピッコロご飯がね、復活なんで、石腕もいるんで。いや、こう考えると根血やばいな。普通に強いぞ。やっとキャラパワーが、周り側、まあ、追いついたというか、まあ、ちょっと超えられたっていうか、って感じだから、これはもう親亀をね、大事にすれば絶対負けないんで。あ、やばな、やばいことしてきやがったな。出てくる。114。怖い。まあ、直圧されてもいいんですけどね。うん、これライジング打たせましょう。オッケー。もうぶっちゃけこっちは親子大事にすれば絶対負けないんで、親子にライジングを当てられないっていうのだけで、もう負けなくなりましたね。鉄入れて、まあさすがに射撃でしょう。即行こう。 OK。 まあまあまあ究極で101で引いてきましたね。いや、こう見ると石腕っていつの環境もトップにいんな。なんかめちゃめちゃ友達多いな、石腕って。どんなパーティーにも入ってんな。OK。 多分おかしいんかこいつら。今のは遠距離打撃の典型的なダメなところが見せれましたね。最速じゃないけど拡散でしたね。まあ、欲張ってるけど、はいはい、もう好きにしてください。絶対そいつ一体じゃまくれないんで。はい、さよなら。ということで、いきなり極ベジルのパーティーにも勝てると。パワーはあるんだね、やっぱ混血って。よしよしよし。ということで、今回は絶滅してしまった混血パーティーを僕が復元させていく動画です。やっていきましょう。速回避してみる。でかいでかいでかい。やめてね。もう。パネルオッケー。ドロ速で圧引けるけど必殺か。まあまあまあ。一番美味しいね、必殺は。
まあ射撃かな、反発か、跳ねる、通常か。なんだその欲張り。さあ、なんか欲張ってくれてるおかげで皮剥げたんですけど、159。これ撃つよ、もう撃ちまーす。これでもう相手ライジング牽制できません。いやーキャンセルやなこれ。いやーいやーちょい下手、あー下手すぎお前。大丈夫か、外しまーす。オッケー、さあ、ドロソクでもう一枚。オッケー、ナイス。いや、ま、ちょい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 、おい。おい、お前、本当に、本当に、めちゃめちゃ、はぁ、お前さ、それはないだろ、マジで。60秒間ガン見されたんですけど、なんでしょうか。お願いします。打撃？未来ご飯出して、まあまあまあ。175。撃っちゃおう。下足っぽいと思ったよ。なん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 、大丈夫か？外そう。よっけよっけ、なんかいいの見えた気がするよ。いいの見えた気がする。まさかやってんの？それやってんのか？それでもやるんだ。撃ちまーす。はーい。いや、さすがおやかめ。さすがに強えな。根血の馬鹿力を忘れてんのか、お前らは。まあ、やべえよ、近づいてくんな、マジで。バレないキャラでそれやめろ、マジで。さあ、かぶせましょう。この裏にね、打撃、射撃、カパチェン両方いる状態の、ライジング持った状態の、この俺がめちゃくちゃ強いよ。おっ！まあ、いいや、なんでもない。いろいろ勘違いしてた。かぶせましょう。もう、噛み合うなぁ。なんだそれマジでお前。ただこれコンボ取れれば勝てるぞ。あぶね！来た。これ縛れてますね。いきます。え、これ特徴間に合うんだっけ？まあ、いいや。よし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 。これびっくり見えれば、踏ん張り貫通ライジングいけますね。見えろ。ま、さすがにか。特殊かな？いきまーす。いや、撃つか。さすがにちょっとお祈り怖いわ、ここ。最近忘れちゃったんでね。よし、さあ、こっからでも油断できないのがこの極ベジとかいうチートキャラクター。生きって圧をしてきそうだな。避けよう。なかったわ。あ、やばい、あぶねえ。いや、まあまあまあ、ちゅう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 、本当にやめて、本当にやめて、本当にやめようや。あぶねえな、あんで。これご飯連れてきて正解だったわ。ああ、怖い。もうなんなら2周目貯めるからな、俺。オッケー、噛み合って。いや、いいぞ、これ、いいぞ、これ。ピコ飯くん、頑張れ！外そう。補正切りたい。なんと、おしゃれなことしてくんね。打撃。いや、射撃か。危ね。いきます。よし。いやー、そっか！踏ん張り貫通だ。でも、結構、お前、ヤンキーじゃないそれ。ヤンキーやないそれ。大丈夫かお前。スポーツマンシップするこれ。なんかめっちゃめんどくさいけどやるわ、じゃあ。わかったわかった。めんどくさいけどやってあげるよ。これさ、スポーツマンシップさ、俺が、いいよ。スポーツマンシップするって言ってんだろ。これ回復されるからなんか、俺めちゃくちゃ優しすぎやろ、お前。しかも欲張ってるしなんか、スポーツマンシップしてるって言ってんだろ。もうだから、決めるは最速飛んだゴミが。ラグいし。
めちゃめちゃスポーツマンシップで全回復されたんやが。助けろ、マジで。どんだけ繋がんだよ、お前。おかしいだろ。これでライジング持ってたらもう終わるんだけど。いや、終わりはしないけど。じゃあ、いつか場にないからね。ちょ、本当にお前危ねえ、マジで。よしよしよし。手のかかるスポーツマンシップでしたね、これは。いきまーす。火力最強、思い知らせろ、マジで。終わるか。終わろうと思ったけど、あれか。切断になってんのか。さあさあさあ、おとか言ってたらめちゃめちゃキモいパーティー来たんじゃないの、これ。今一番生き生きしてるパーティー来たんで、1ヶ月前に生き生きしてたパーティーで潰しましょう。現代版生き生き紫染めキャラゲー VS キャラゲー混血。さあお願いします。速回避して見て射撃。ストラグ大丈夫かな。オッケー、ラックね、大丈夫。打撃が降って、オッケー、連れていくと、バチバチ、バチバチ、バチバチ。ベジットやめろよ。やめろっつうか、出てきて欲しかったんだよ。今、やめろっていうの振りだったんだよ。いや、これ回復されんの、マジだるすぎ。親か目指して、オッケー。こんなんさ、鬼からしたらさ、かすり傷だからな。でかい。血出てくるんだ。最速取りたい。お前さ、やめろよ、そういうこと。面切っちゃおう。特殊使うわ。跳ねろ。遅れた。OK。ちょっと待って。いや、これさすがに出さんよね。いや、これさすがに出さんよね。いや、これさすがに出さんよね。よしよしよし。さすがキッカ、いい教育してるね。回避入れ込んでるね、しっかり。いいね。タゲキャンにしっかりかぶして、えい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 、それは甘いんじゃないの？ちょ、硬すぎ、お前。おい。あ、待って、俺、弾どこ行った？てか。あ、ドラゴンボールどこ行った？あれ、弾ってなかったっけ、さっき。ちょい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 、俺のドラゴンボールどこ行った？120、あーやべ、忘れた。7か8かだっけ。通常？いや、通常ね、受けるんだ。まあいいや。相手、極ベジ、悟空なんでね。場に使わしてから。いや、これメインでもいい、全然いい。いや、そうなんだ、受けるんだ。それ入っちゃうけど大丈夫な、あんた。大丈夫な。まあ、さすがに行くでしょう。ピッコロご飯で火力足りると思いまーす。行きまーす。はい、強ーい。はい、強ーい。はい、ピッコロさん強ーい。よし。全然やれるやん、根血も。何みんな根血やめてんだよ、1ヶ月前の根血使いたち。全然やれるやんけ、まだ。かっくり行こう。爆発じゃなかったね。こしゃぎ打って、ここに使わした。なんかどっかで欲張ってきそうだけど、え、まあ、究極直当てでも耐えますね。メインでもいいよ。オッケーオッケー。ということで、根血でした。終わります。